五輪銀メダリストの葛西紀明が27日テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演新婚生活の一端を明かした葛西は五輪直後の2月22日かねてから付き合っていた一般女性と結婚したレース後ドーピング検査の結果を待つ間に国際電話しお前しかいないとプロポーズしたというその際夫人は銀メダルで泣いて プロポーズの言葉でワンワン泣いてましたね。と明かし、葛西もまた泣いたという、新婚旅行は4月にパラオへ行き、10月に挙式した後には、九州へ国内新婚旅行もしたという、麗な夫人のことを、葛西は、恥ずかしながら、レイチェル、と呼んでいます。と明かし、いつもお互いに変顔するなど明るく楽しんでいるようだ国内での仕事旅行にも夫人を帯同させているという、 番組ではあらかじめレイナ夫人に質問し、その回答を黒柳哲子が火災の前で紹介した。プロポーズを受けた時のことは、全く予想していませんでした。メダル取って忙しくなるのでまだまだ先のことかなぁと思っていたので、本当に驚きました。と振り返り、結婚後の火災については、結婚してからますます優しくなり、日々惚れ直ししています。とのろけた。 か西へのメッセージを求められ、忙しいのに私のこともきちんと考えていてくれてありがとうございます。のりあきさんの目標、金メダルは私の目標でもあります。まだまだ未熟な私ですが、精一杯サポートしていきますのでよろしくお願いします。心から尊敬しています。と心のこもった言葉を伝えた。か西は、まさかですね、こういうインタビューは受けてないと思っていたので、 と夫人の回答を驚き、その内容を喜んだ。